お疲れ様です。内容はまだ決めてないよ。ジャンクスタイルです。いや、今日の動画どうすっかなみたいな。で、今日は10月28日か。ホットイル発売ねえやーって言われてる方、いや、あるしなあるしな。ワイスピのバンドルと、あとマッチボックス発売日ですね。マッチボックスはベーシックカーだけですね、今日は。なんかずっとムービングパーツ出てたけどね。どうすっかなみたいな。これマッチボックス店頭で買ってきたんです。で、こっちがね、アマゾンで予約してて、キャンセルするの忘れちゃってそのまま届いたやつね。結果的にまあ、良かったかなみたいな。通販サイト、今のとこ見てもね、結構どこも予約完売しちゃってるんで、あ、手に入りにくいのかなとか思ったら、店頭全然誰も買ってなかったからね、今日。おかしいなしかもあれだよ、店頭で買った方が全然安いっていうね、クーポンなんかもあるしさ、まあしくったなと思いつつ、キャンセルしてない自分が悪いんですけど、そもそも高いしな、うん、まあでも高い分みんな興味あるかな、どうすっかな、でもマッチボックスも興味あるかな、どうかなみたいな感じで、今日どうするかまだね決めてないんですよ。なので私愛用のこのあれですよ、なんだ 0.7 ミリのねボールペンくんにね決めてもらおうと思うんですよ。これね、こっちワイスピのバンドル、こっちマッチボックスね、倒れた方にしましょうね。ジャンクスタイル。まあ、買ってきたものから見ていきましょうかね。3店舗で買ってますね。で、朝はトイザラスさんに行って、私がいたトイザラスさんは1ケース入荷だったんで、まあまあ買えなかったっすね。あ、玩具。これ今回いいよね。グッドイヤーで。これ、本当は私買えなかったんですけど、一元ループだったんでね。ちょっと譲っていただいちゃって、ですね。あとこれな。コモドア。あとこれか。今日目玉かな ?RX8。と、あ、ディフェンダー、これちっちゃいけどいいなと思って。あとが、あ、ボルボ。そう。だから、RX8 とボルボさんと、カング。これ、3つ今日ね、欲しかったんですよ。どうしてもね。なんで、まあ、よかったっすね。あとは、1ケース入荷で何人並んだんだっけ ?6 人か。だからさ、まあ、普通に考えて、ね、24入りか、1箱に。4つずつしか買えないんですけど、結構買えてるね。あ、今回の70周年のやつ、これな。です。で、合計、何台買ってんのこれ。8台ですね。8台買ってますね。で、これもらっちゃった。ルートマスター。そう、これね、私ね、3つ目なんですけど、こんなん何本あってもいいからね、初めてだしね、マッチボックスのこういったプロテクターに入ったやつ。っていうか、なんか在庫増えてない？なんかさ、いつだっけ？今月の頭か。に聞いた時からと、私が何個かもらって、で、差し引いても増えてるんですよね。で、他のね、友人知人の話聞いても、なんか20近くあるとかさ、言われたらしいんで、他の店舗も10以上あるとかで、多分回してるんじゃないかな、店舗間で。マッチボックスの取り扱いやめちゃったとことかが、配れないから回してるんじゃないかな、とか、思うけど、わかんないね。でも確実にこれは増えてる在庫。お店の在庫は。なのでまあ、まだもらってないよという方はマッチボックスね、3000円買ってもらってきてはいかがですかね。っていうか、8台だと 349×8 で3000に到達しないから、お前また何か不正したなって言われるかもしんないけど、借りた。会計時にこれ1個、ジャンクさんが会計すれば、3000いくじゃんって言われて、一緒にね、いつも並んでくださる方から一つ会計時に借りてね。っていうか、だってなかったんだもん、もうマッチボックス。もう今日バカみたいに売れてて、バカみたいってあれだけど、全然残ってなかったから、そう、買うものがなかったんです。っていうか、物理的にね、物理的に買うものがもうなかったんで、だからそう、一つ借りて3000円にして、で、これ一個もらってね。で、返したっていうね。あ、お金もちろんいただきましたよ。って感じですね。まあ、1軒目こんな感じです。8台かな買ってますね。で、2軒目と3軒目で、1軒目でね、買えなかったものたちを中心に買ってきたんですけど、
の感じ。あ、これ先月も入ってたけど、まあ1件目でも今月も買えなかったんで残っててラッキーで、カングーね、カングーはもう何本あってもいいやと思って増車しちゃっただけど、3台か3台ですね。今回いいよな、グッドイヤーで。これ私の知人は何台 ?7 台とかね、買ってる方もいらっしゃるんですけど、そこまでやんなくて。あ、でも、これはあるだけ、なんかね、目があったら買いのアイテムですよね。あ、で、これは増車ですね。なんか2台欲しかったんで、ディフェンダーの。これは間違った。これ、1件目で買えてないと思って、で、買っちゃってるね。まあいいけどね。あ、これは1件目で買えなかったやつね。と、これもそうだね。1件目で。これなんか美しいですよね。キャスト自体古いっぽいけど、まあ、後ほど詳しく見ましょう。結果的には、今月初登場のものはほとんど変えてるのかな?プリマスのクラシックカーと、トラックヘッドぐらいかな?多分。まあ、ちょっとこれ以上もね、時差入荷ないからね、バースデーさん入れてくんないかな?じゃないとマッチボックスも集まんないね。で、今月買えなかったものは、ちょっと来月買おうかなとかも思ったけど、来月もわかんないからね、12月23かな?で、ヤマダ電機さんのレジェンドツアーのチートラと被ってるからさ、発売日。で、ヤマダ電機行ったら、マッチボックスヤマダ電機取り扱いがないんで、取り扱いのあるところある?マッチボックスの。うちの近所のヤマダ電機はマッチボックス入ってるよっていう方いらっしゃったら教えてください。羨ましがってやる。どっちにするかなんですよね。レジェンドツアーのチートラを優先するか、マッチボックスを優先するかっていう感じで。で、マッチボックスに関しては、まあ当日買えなくても最悪どうにかなるじゃないですか。まあ箱で買うとかね。ただレジェンドツアーのやつはね、あとからどうにかしようと思ったら大変なことになるからね。どうしたもんかな。うん、じゃあ適当につまんでいきまーす。これ、1986ボルボ240ですかね。イラストかっこいいね。こうした方がいい?これは私今回一番欲しかったやつですね。おー、かっこいい、ほら。カクカクマシーンやんな。80年代チックな感じで。またお前青好きだろうって言われそうだけど、ボディからめちゃくちゃ美しいし、タンポも細かいですね。これ前と後ろが塗られてなきゃ嫌だっていう方も納得じゃないかな。これはええね。これいつの新車じゃないよね。新車っぽいね、ごめん。新車だね、見たことないよね、そりゃ。です、かっこよ。どうだろうね、64分の1なのかな、わかんないけど、うん、サイズ感、これいい感じだし、ほんとホイール変えてあったら、全然、なんだろう、64分の1コレクションに入れても違和感がないぐらい。ちょっとウィンドウがスモーク入ってんのかな、うん、ですね。あ、そうだ。結構ね、リクエストがあったんで、あれやっちゃいます？やる？リスってないからね。リスペクトだからね。リスペクトしてないけど。じゃあ皆さんご唱和ください。いきますよ。せーの。2倍にドン。やんないよ。2004マツダ RX8 ですね。こちら、まあ一般的にはこれ一番人気かな。わからんけど。2022だから、新車庫を。なんて言ったらいいかな。色はダッセー。ボディカラーダッセー。なんでこれさ、めちゃくちゃ綺麗なのに、これこんな感じな?なんだろうな。黒に、なんかね、ラメってるんですよ。粒子が入ってて、めっちゃ100均の安いマニキュアみたいな感じ。わかるかな?これ、ラメいらなかったんじゃない?普通に黒でええやん。ていうか、なんで黒?わからんけど。でもあれですね、あれいつだ?ホットウィールの YSP。 あれ見た後だからさ、なんか全然違って見えていいね。持ってくればよかったね。あれね、ほら、エアロとか、まあ、ベールサイドですからね。はい。これも前と後ろちゃんとアンパーあるしね。ほんと惜しいよな。結構いいのに、形いいよな。いいのに、なんでこんなラメってんの?あ、ブリスター越しわかんなかった。普通に黒だと思ってた。めっちゃラメってますね。ラメラメしてるね。普通に黒でええやん、これ。タンポも細かいし、ねえ。ねえって普通にいいのにさ、細かくて、ちゃんと入ってて、ずれてなくて。
ボディカラーだけが非常に残念ですね。でもこれ多分一番人気でしょうね。普通に飾ってたらいいか、透明で見たらわかんないよね。近くで見たらめっちゃラメってんのな。でポルシェ911カレラカブリオレですね。こちらは古いやつか、古いやつかっていうか古いキャスト、前からあるキャストかな。多分持ってるんだろうね、多分。じゃあ自分も。でもこれ店頭で見た時にこれも色綺麗、また青が好きって言われそうだけどさ、綺麗だなと思って、なんかグラマラスで非常にいいっすよね。これはさすがに64分の1やな。もうデカめですね。かなりデカいと思うんですけど、縮尺的に。ポルシェ分からんけど、分からんけど、この曲線が美しいっすね。ボディカラーと相まって。非常にいいなと思って、1軒目ではね、買えなかったんで、ちょっと2軒目、3軒目で買えたんでね、よかったですね。うん、綺麗だわ、これ。やっぱ手に持って楽しみたいですね、これはね。非常に綺麗。まあでも、屋根なしだから人気ないかなとか思ってたけど、結構売れてたから買えなかったのよね。2021フォードマスタングマックEですね。うん、もうイラストからしてあれなんですけど、なんだっけ、去年は赤とかで出たやつかな。ですよね、多分。あ、違うの？新車これ。2022って書いてあるから。違うね、でも。赤とか出てますよね。うん。いや、買ったけどさ、マスタングだから。ホイールもあれだし、これ似合ってないな。色もね、なんかからし色だし、顔こんなだしね。え、ちょっとわかる？ザク顔。担保は細かいの？担保は細かいんですけど、これあれか、え？タクシーしようかな。NYC とか書いて、え、何しようこれ。タクシーっぽくない？タクシーかな？わからんけど。T がわからんが。これ、番号が書いてあるから、タクシーとか緊急車両。タクシーっぽいよな。あ、乗ってみたいね、マスタングのタクシーとか。いや、知らんよ。なんかもうタクシーみたいな前提で話してるけど、まあこんな感じね。まあ、普段だったらそんな売れないだろうけど、なんせマッチボックス自体がね、買いづらくなってるんで、買うときに買っとかなきゃなって感じですよね。70周年記念のカードはこれでしたね。MBX フィールドか。これ、人気なかったね。謎者だし。でも、昔からあるっていうか、ずっと出てる謎者だし。ねえ。まあ、70周年に、いいんじゃない？っていうか、あれだね。マッチボックスも途中で、ベーシックカーのリリースが途絶えちゃったんで、2ヶ月なかったのかな。だからもう、これも結局、どの程度の種類があって、とかがもうわかんなくなっちゃってて、結局70周年記念カードってコンプできてんのかな？できてないよね。先月のやつサファリか何か変えてないんですよね。まあいいや。無理しても仕方ないしね。並べてみたかったんですけどね。最初の頃はね、熱心に集めてたんですけど、そうだよね。先月の分って今月入ってなかったよね。サファリだっけな、あれ。まあいいか。で、フォルクスワーゲン EV4 ですね。こちらが間違って2台買ってちゃったやつかなですね。はい、これ系人気ないのよね。これ系ね、これマスタングもですけど、あんまねこれね、あのルーフもこうなってるやつね。でもこれいい感じではあるよね。赤もね、綺麗な赤。私の好きなやつわかるかな。お前の好きなやつなんて知らねえよってね。あ、でも発色がっていうか、なんだろうな。ちょっとクリア武器っぽい赤好きなんですよね。こんな感じで。担保はちょっとわざとらしい感じがせんでもないけど、いい、いいよね。この辺の使い方ってやっぱマッチボックスすごいっすよね。あのシャーシとフェンダーとかのね、あの感じがすごくいいけど、グリル部分もグレーだからちょっとかっこ悪い。ここ黒だ。あ、黒なの。そうだね。ここ黒だったらもっと締まって見えたかな。あとでマジックで塗ってやってね。これね、あの、なんだろうな。あんまミニカーをね、マジックとか、ガンダムマーカーとかで塗るのってあんま好きじゃないな。細部塗装、したい気持ちはわからんでもないけど、そのまま楽しみたいよな。そんなに、ボソ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 。ルルノーカングですね。カンカッケ、イラストもカッケ。今回ね、こちらが私目当てだったんですけど、これ、グッドイヤー、タイヤサービス。おぉ。これは複数台並べたいっすよね。だけど、お顔の担保がないね。これ、まあ、
いいんじゃない？細部塗装したい人はすれば。ちょっとちっちゃいんですよね、マッチボックスの玩具。そんなもんなのかな？どうもね、マジョレットの玩具のこう、擦り込みが強いんですよね。マジョレットの玩具結構でかかったからね。We come to you だって、はい。まあ、色もいいし、あ、これ内装あるんだよね。内装です？わからんな、これ。ありそう、ありそう、ありそう。あ、そうだ、さっきのこれ、エイトさんは、私の左ハンドルなんですけど、店頭で見たときに、これ2台入ってるんですね、箱に。ハンドルの違いが分かんなかったんですよね。トイザラスさんの照明の関係で、ちょっと暗くて見えなかったんで、ちょっと右ハンドルだったよとか、左ハンドルだったよとかあったらね、教えてください。私のは左だったね。玩具、これはね、並べたいよね。だからもう、あと2つあるけど、全部ブリバリするからね。届かないよ、私は。これ先月買えなくて、ちょっと残念に思ってたやつ、アイスクリームピンク。これいいよね、ピンクでな。ボディはプラスね。はい。まあちょっとバービーっぽいっちゃバービーっぽいけど、全然違うね。これ何？目玉かな？怖いね。気持ち悪いね。そう見たら。あ、これか。こいつの目玉？ヤム、ヤミ、ヤミ、ヤミのヤムかな？ YUM な。キャラクターなのかな？ちょっと、あ、この辺もあるな。目玉だらけだね、よく見たら。結構、ちょっと、グロいな。そうそう。まあでもこれは前からあるよね。だよね、だよね、だよね。これ系は、持っときたよね。持っときたよねというかね、欲しいよな。で、あれだ、11月のベーシックカー、来週ですね、ホットインのベーシックカーにはクイックバイト入ってますからね。で、2012BMW3 シリーズのツーリング。これ、え？今月初登場、出す？あれ？なんか見たことあるような既視感がある。私の担保が外ずれてんな。かっこいいな、マゴン。あれ、先月入ってないよね。でもこれ系は、なんかマジョレットの方がいいな。外しね、マジョレットの方が。あ、でも結構デカめだね。マッチボックスにしては。カングーと比べたらこんな感じだよ。ね、でかいよね。白がね、パールホワイトで結構いい感じ。うわ、担保、剥がれてるかと思う。デザインこれ。両方そうだもんね。わかるかな。うん。あんまりセンスは、あれだけど、ちょっとここの担保のズレがね、ブレムのズレが気になるけど、他はバッチリっすかね。うん、これ系はね、横から見るといいよね。いいよね。サイドビューが私好き。うん、ワゴン系っていうかね、こういう系は。ワゴンじゃないけどね。これなんだこの柄と思ったけどさ、ホールデン VF コモドア SSV ですね。これあれか、よく見たポリスって書いてあるから、オーストラリアのポリスカー。ポリスカーってカッコつけて言っちゃった。パトカーなのかな。赤色灯がないかわかんないけどさ。これ担保結構、あれだね、工夫してあんのか。三面っちゃ三面だけど、後ろにもありそうな雰囲気。そうでもなかった。ハイウェイパトロールって書いてあるわ。って。え、なんて書いてある？キーピング SA サイドかな？これは、普通に出て欲しかったな。こんな、あ、ごめん。オーストラリアの警察のパトカーを調べときゃよかったな。これでも普通に欲しかったね。担保消す？もったいないか。うん。市松模様みたいでね。あんま、あれだね。パッとしないね。ない方がいいよね、絶対ね。これ担保するんだったら、赤色灯欲しかったかなと思うんですけど、ホットイレもそうだけど、なんちゃってパトカー仕様が多いのよ。で、2020ランドローバーディフェンダー90ですね。これも、あ、これは前からあったの。え、こんなのあったっけ？すっげすけだよ。なんかパッと見ちっちゃいなと思ったけど、相当ちっちゃいですよ、これ。さっきのやつと比べたらこんな感じね。なんですけど、これ、結構いいよなと思って、担保もバッチリだし、これ外れたら面白い。外れない。いいね。なんか渋い感じの色がいいね。なんだろう、ヤマダ電機オリジナル限定の、この間、ロードスターっぽい、あれっちの方が深い色だったか。カーキー系の色ですね。これいいよね。なんか、やっぱこじんまりしてんな。だけど、まあ、うん。やっぱ、なんだろうな。わからんけど、いいなと思って、増車しちゃった
勢いでね、悪くはないよね。じゃあ今回は今日発売のマッチボックスのベーシックカーのアソートの購入品も見てったんですけど、まあ一応一部ね先月のものも入りながら、買えないのよ本当に。もうバースデーさんに入らないからね、買いづらくなってきたんですけど、まあでもなんとかね、私が今日買おうと思ってたこの3種はね買えたんでよかったかなと思うんですけど、ボルブめっちゃ綺麗だねやっぱいいわ。カングもあと2台ブリバリしてね並べて遊びたいと思う。遊びたい、飾ってもやっぱちょっとしたジオラマ何でもいいもんな、これグッドイヤーだからちょっと置いとくだけでいい感じのアクセントになるんじゃないですかね。ディスプレイの幅が広がりますね。あとはそうだね、ランドローバーのディフェンダーとかポルシェ、これのね色やっぱ綺麗ですね、この角度から。あ、私今ちょっと上の方から見てるんですけど、うん、やっぱ綺麗ですね、斜め上からこう見るとね、すごくいいなと思いますよ。で、すごくいいなといえばさ、先月これアフディ出てるんですけど、私ね多分先月めっちゃ褒めてたんですよね、めっちゃ綺麗だって色がね。今月も入ってたんですけど、先月買ったの忘れてて、あんなに褒めてたのに忘れてて、買おうとして、あれでもこれ先月も入ってましたよって教えていただいて、あーってなっちゃった。まあ2台買ってもよかったけどさ、ね、忘れてるからね、どんなに褒めてもね、そんなもんだよ。じゃあ明日はね、今日発売の YSP のバンドルの方ねやろうと思いますんで、よかったらねチャンネル登録して見てやってください。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。